アレクサンドル・アレクサンドロビッチ・ブンゲ・アレクサンドル・アレクサンドロビッチ・ブンゲは、ロシアの医師、極地探検家、動物学者である。ノボシビルスク諸島など探検で知られる。現在のエストニアのタルトで、プロイセンドイツ系の植物学者の、アレクサンダー・アゲオルク・ブンゲの息子に生まれた。兄に、生理学者のグスタフ・ブンゲがいる。タルト大学で医学を学び、1880年に、 医学の博士号を得た。オーストリア、イタリア、ドイツに留学した後、ロシア内務省の医学部門で働いた。1882年から1883年の第一回国際局面に、ロシアが参加して、レナ川流域の調査に参加する科学者が必要となった時、文芸はこれに参加し、イルクーツクで地磁気などの測定を行い、さらに長期間の滞在によって、 ロシア極地の気象の貴重な記録を残し、マンボスの化石の発掘に成功した。1884年にイルクーツクで動物学者のエドアルト・フォントルと合流し、イルクーツク地域で絶滅した動物化石の調査などを行った。翌年トルト、ノボシビルスク諸島や柳川流域を調査し、多くの化石標本を収集した。地理的発見の中には、 文芸の名前の付けられた巨大なサス、ゼムラ文芸などがある。これらの探検の成果は1887年にサンクトペテルブルク科学アカデミーで発表された。その後、ロシア海軍で軍医として働き、ロシア太平洋艦隊の軍医長として、両順の海軍病院長なども務め、第一次世界大戦中はサンクトペテルブルクのいくつかの軍病院長も務めた。 1918年にエストニアに戻り、父親の農場で暮らした。タリンで没死した。ありがとうございます。